タイトルに縁があった男たち。リリーフとして登板する投手には1年間で30から50試合の登板機会があります。先発投手が打ち込まれた際のロングリリーフや試合終盤でリードする展開など、その登板の場面は多岐にわたります。リリーフ投手は規定投球回に到達する可能性が低いため、獲得できる主なタイトルは最多セーブや最多ホールドです。ところが思いもよらない勝ち星が巡ってきたり、規定投球回に到達して最優秀防御率のタイトルを獲得したリリーフ投手もいたのです。今回は先発エース級の成績を残したリリーフ投手を紹介します。抑えなのに最多勝。最初に紹介するのは1988年に抑えとして最多勝を獲得した伊藤昭光投手です。社会人野球の本田技研で活躍した伊藤投手は1985年のドラフト会議でヤクルトから1位指名を受けて入団します。内に秘めた気迫あふれる投球スタイルと抜群のコントロールを武器に、現役生活12年間で325試合に登板し、87勝76敗21セーブの成績を残しました。そんな伊藤投手は1987年に先発としてチームトップの14勝を挙げており、エースとしての活躍を期待されていました。しかし抑え投手の故障により、1988年シーズンは抑えに抜擢された伊藤投手。現在の抑え投手といえば9回1イニングのみに登板するのが普通です。ところが当時は複数イニングを投げることが当たり前でした。実際に伊藤投手はこの年55試合に登板し122イニングを投げており、時には5回以上のロングリリーフをこなす働きぶりを見せています。前半戦だけで7勝を挙げ、勝ち星を積み上げていった伊藤投手。当時のヤクルトは広沢克己選手、池山貴弘選手を中心とした強力打線を誇っており、終盤に逆転する試合が多くありました。そのため伊藤投手に勝ちが転がり込んでくることが多かったのです。シーズン終盤になると関根純三監督から最多勝狙っていけと言われ、伊藤投手もタイトル獲得に意欲を見せます。最終的に18勝9敗17セーブ防御率 3.15 でシーズンを終えます。そしてプロ野球で初めて規定投球回数未到達で最多勝のタイトルを獲得しました。翌年以降は登板肩が響いたのか、伊藤投手は怪我に悩まされてしまいます。1992年には7勝を挙げ、見事復活を果たしカムバック賞を受賞。ヤクルト投手陣を支える活躍を見せ、1998年に現役を引退しました。現在はヤクルトの編成部長としてチームの未来を担っています。落合が恐れた男。2人目に紹介するのは中継ぎとして1992年にセリーグで最優秀防御率に輝いた森田光希投手です。森田投手は1987年にドラフト1位で大洋ホエールズに入団します。三冠王落合博満選手も手を焼いた右打者の内角をえぐるシュートが武器の森田投手。現役14年間で345試合に登板し47勝34敗29セーブの成績を収めました。そんな森田投手が偉業を成し遂げたのはプロ5年目の1992年シーズンです。入団当初から金の卵と言われていた森田投手でしたが、結果が出ないシーズンが続いていました。これでダメなら野球をやめようと高校時代に死球を当て封印していたシュートを解禁したことが飛躍のきっかけになります。当時バッテリーを組んでいた谷繁元信氏は、森田さんのシュートは狙われても打たれた記憶がありません、浮き上がりながら打者に向かっていくので怖かったと思いますとコメントしています。直球より速いシュートは森田投手の最大の武器となりました。同年5月から江尻明監督の指示で先発から中継ぎへ転向した森田投手。登板した52試合のうち46試合に中継ぎで起用されたにもかかわらず14勝6敗2セーブ防御率 2.05 を記録しました。そして132イニングを投げ規定投球回に到達。
中継ぎ投手ながら最優秀防御率のタイトルを獲得したのです。大ブレイクを果たした森田投手は球界を代表するセットアッパーとして活躍を続けます。ところが近鉄に移籍した1998年に脳腫瘍が見つかってしまいます。手術後も右足にしびれが残ってしまい、ファンの間では現役引退も噂されました。しかし森田投手は懸命にリハビリを続け、1999年に一軍へ復帰を果たしたのです。2001年には復帰後初勝利を挙げるなど、近鉄のリーグ優勝に貢献する活躍を見せました。ところが引退後の2005年、転移性悪性選手により45歳の若さで天国に旅立ちました。リリーフとして最優秀防御率のタイトルを獲得した森田投手の偉業は次の世代にも伝えていきたいですね。イチローの天敵。3人目に紹介するのは、抑えとして1992年にパリーグで最優秀防御率に輝いた赤堀元幸投手です。1988年にドラフト4位で近鉄に入団した赤堀投手の武器はストレートと抜群の制球力。現役生活16年間で380試合に登板し、58勝45敗139セーブの成績を収めました。特にイチロー選手を通算34打数6安打、打率1割7分6厘と抑えており、イチローキラーとして知られています。そんな赤堀投手は1992年に偉業を成し遂げます。抑えを務める予定だった吉井雅人投手の怪我により、赤堀投手は抑えとして起用されます。1イニング限定ではなく、7回から抑えとして登板し、そのまま試合終了まで投げていました。シーズン終盤には規定投球回のクリアと最優秀防御率のタイトルを狙える位置にいました。何としてでもタイトルが欲しい赤堀投手は10月5日のダイエー戦でプロ初完封勝利を挙げ、続く10月11日のダイエー戦でも6回3失点と好投しました。最終的に50試合に登板し、11勝4敗22セーブ、防御率 1.80、最優秀救援投手に加えて最優秀防御率のタイトルも獲得しました。当時の心境について赤堀投手は、運が良かったし、みんなが僕の防御率のことを考えてくれたと振り返っています。パリーグを代表する抑え投手となった赤堀投手は、その後も最優秀救援投手のタイトルを4度獲得しました。2004年に引退し、現在は解説者として活動しています。不敗神話の男。4人目に紹介するのは、1999年に中継ぎとして最高勝率に輝いた篠原貴之投手です。社会人野球の三菱重工長崎で活躍した篠原投手は、1997年にダイエーを逆指名して入団します。分かっていても打てないと評されるストレートを武器に、現役通算13年で496試合に登板し、33勝19敗17セーブの成績を残しました。そんな篠原投手が偉業を成し遂げたのは、プロ2年目の1999年。1年目から51試合に登板した篠原投手でしたが、変化球がスライダーしかなく、ストレートを早く見せる球種の習得が課題になっていました。そこで当時投手コーチを務めていた尾花高雄氏からアドバイスを受けて、スラーブを習得。自慢のストレートとスラーブの組み合わせが見事にはまり、セットアッパーとして躍進します。好投を続ける篠原投手は勝ち運にも恵まれます。同点や負けている場面で登板すると、なぜかチームが勝ち越し、14連勝を記録。篠原投手が登板すると負けないことから、不敗神話と話題になりました。本人は負けない理由について、周りがカバーしてくれて、それに乗せられて投げているだけとコメントしました。王貞治監督の絶大な信頼を勝ち取った篠原投手は、この年60試合に登板し、14勝1敗防御率 1.25、 勝率9割3分3厘の好成績を収めます。最多勝のタイトル争いは松坂大輔投手の16勝に及びませんでしたが、最高勝率のタイトルを獲得して、ダイエーのリーグ優勝に大きく貢献しました。
その後も篠原投手は中継ぎとしてチームを支えますが、2009年には左肘の故障により戦力外通告を受けてしまいました。しかし横浜に移籍すると、2011年には自身最多の67試合に登板し、防御率 1.84 と復活を果たします。2013年に現役を引退し、現在はスカウトとして横浜の将来を担う投手発掘を行っています。先発からの転向。最後に紹介するのは、1995年に最優秀救援投手と最高勝率のタイトルに輝いた平井雅文投手です。1993年にドラフト1位でオリックスに入団した平井投手。打者に恐れられた浮き上がるストレートとフォークを武器に、21年間で569試合に登板し、63勝43敗41セーブの成績を収めました。そんな平井投手が偉業を成し遂げたのは、プロ2年目の1995年です。当時投手コーチを務めていた山田久志氏は、平井投手を先発として育成する方針でした。しかし仰木明監督の意向により、抑えとして起用されることになります。この年の1月、本拠地、神戸を阪神淡路大震災が襲い、頑張ろう神戸を合言葉に戦ったオリックス。神戸市民に勇気を届けようと好投を続けた平井投手。53試合に登板し、15勝5敗27セーブ、防御率 2.32、勝率7割5分という好成績を収め、オリックスのリーグ優勝に大きく貢献しました。そして最優秀救援投手と最高勝率のタイトルに輝き、新人王にも選ばれたのです。当時の活躍について、平井投手は次のようにコメントしています。特別な一年でした。タイトルは無我夢中の結果です。もう一回やれと言われてもできません。大活躍の一年だった平井投手でしたが、酷使した肘と肩が悲鳴を上げます。翌年の登板数は34試合と激減。1999年以降は勝ち星から遠のき、平井投手の武器である剛速球は影を潜めてしまいます。しかし2002年オフに、恩師である山田久志監督率いる中日へトレードされると、翌年には12勝6敗、防御率 3.06 の成績を残し、復活を果たします。2014年に現役を引退し、現在はオリックスで育成コーチとして若手選手の育成を任されています。